いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お友の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、2人でねつづつづっとさせていただきたいと思うんですけど、久しぶりのこの静かな2人の感じ本当だね。島田君がうるさいぞみたいな。そんなことない。さて、一番うるさいのは私たち社長です。さて、はい、福岡三越さん、はいね、今日はちょっとこの配信はそこにフューチャーしてお届けしたいと思うんですけども、歌津さんですよ。歌津さん、もう歌津さんが名前出てくるといろいろワクワクがありますが、まずですね、はい、今その福岡三越さんでこれらのアイテムが、はい、きっちりあるので、そう紹介して、はい、で福岡三越から連絡が来ているアイテムがこちらなんですけど、はい、これあるの？美味しいもん。ちょっとこれはもしかしてまさかしのリバディソフト、はいはい、マイクロミニでスワロスキーソーイングと、はい、ファッションハードウェア社の、うん、アクセサリーがついておりますが、はい、ごめんなさい、これファッションハードウェア社じゃないですか。ファッションハードウェア社で合ってますよね、はい、ごめんなさい、はい、ファッションハードウェア社のアクセサリーがついて、はい、贅沢仕様ですが、うん、ベルトも、はい、ベルトじゃないや、ショルダーもストラップも、私たちちょっと今疲れ気味、はい、すいません、ちょっといろんなことが起きたこの前の配信の収録でございましたが、はい、でねこれは本当にマイクロミニって言って、はい、ちっちゃいって初めての方思わないでください。本当にちゃんと物は入って、用を足せますので、はい、本当に一つ斜め掛けでね持っていただいたりとか、あるいはこうセカンドバッグとして、セカンドバッグだから2個目のバッグですよ。なんか大きいの持ってこう斜め掛けして持つのにいいとか ね、すごく便利です。い、はい、バランスがいいんですよね、うん、本当に。そしてなんかこのリバティソフトの良さって、私今キオリーのテクノロジー社のトートを使ってるんですけど、はい、本当に豪雨でも安心。ああ、こんなにお上品なのに、キオリーので、いや会社いらっしゃってくださいましたが、やってきておりますが、もう、はい、雨びしょ濡れでも大丈夫ですか。そうなんですよ。もう、ね、でなんかね、あれが一番今長く持ってるアイテムの一つにもなってるんですけど、はい、だってかれこれ3年はそうですね、がっつり使ってるんですけど、はい、なんかね、もう使えば使うほどに味が出てくるというか、しかも、うん、なんか古さを感じさせず、うん、なんかへこたれない、いつまでも綺麗に使っていただける、はい、キオリーノのこのテクノロジー、うん、会社名だってテクノロジーをつけちゃったんですか、キオリーノっていう会社から。本当だね。そうなんです。そうだよ、そうだよ。これ3色今日持ってきてもらってて、はい、でこちらね、斜め掛けができるタイプだけれども、ちょっとほら長いタイプなんですよ。なるほど、うん、そうそうそう、 こんなんなってるね今私映ってる絵がね。これ長いんですよ。なので長いの欲しかったのというか、これ映んなくなっちゃうくらいなんで。でも長さ調整で、はい、ステンの長さに担当で、はい、測っていただいて調整させて、はい、大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい。ちょっとびっくりしました。はい。あ、まだ上がるし。はい。はい、そうですね。はい。ということで。急にくしゃみ出ました。ごめんなさい、お客さん。わかる。でも、チャンネルの時にくしゃみ出たことあります？生放送で。私？あるんじゃないかな。あ、いや、もう記憶にはあんまないですけど、するでしょうね。そうですよね。くしゃみも出るし、お腹も鳴るし、うん、ありますね。きっと咳込むこともありましたし、うん、そうですね、咳込むっていうのはよく出会います、うん、私あるかも。なんかこうした時に、なんかちょっと唾がなんか変なとこ気管の方入っちゃってなることありません？ そうですね。でも今ね、そうするとなんか電車の中で下手になんか咳すると周りの人に変な目で見られるんじゃないかと、うん、かそんな余計な話で時間ないんだ、はい、さあということで、でこちらと、はい、それからもう一つちょっと可愛らしいシリーズ持ってきました。クボンリム、元マクセント、もう大人気、大人気で。本当だよね。はい、もうショップチャンネルのバイヤーがこれに一目惚れして、ああ、個人買いもこの一回り大きいファスナーがついてるタイプは、はい、購入いただいて、ええ、そしてクバンリムオンエアしましょうよ小林さんっていう甘い誘いに乗せられて、はい、私はちょっとどのタイミングか今は発表できませんけど、はい、クバンリム出しちゃうかな。出るか。そのぐらい出るかい、プロフェッショナルバイヤーが見ても、はい、この一枚仕立てのリモンタ社のクバンリムは、うん、要するに PVC に両側面朝の生地を張り込んで一枚仕立てに、はい、
軽くてね、うん、軽いしね、しかもチェルボですよ。そうなの、だからチェルボがこの革の部分ね、柔らかいんですよ、ね、すっごい柔らかくてこうふわっとするな、ね、わーっとからぜひ。そしてこれ撥水加工あるんですよ、はい、そうなんですよ、おしゃれですよこれ、ワンポイントで持たれたら、というものが今福岡三越さんの方に、はい、ありますので、もしよろしければお近くにお住まいの方などは、こちらの方へお立ち寄りいただき、あるいはお問い合わせもいただけたらなと思うんですけども、もう一つ、はい、福岡三越さんなんかねやらかしますよ。それをですね、これから小林さんがお話ししてくれます。じゃあお願いします。はい、はい、大丈夫ですか、一人で大丈夫、大丈夫じゃないです、はい、ですよね、はい、あ、チケットの方が良かったじゃないですか。はい、すいません、はい、はいはい、これはちょっとご挨拶させてください。あ、そうですね、失礼しました。はい、いつも ADMJ をご愛用いただきありがとうございます。はい、稲垣さん、何でご談笑、そろそろ欲しいこのコンクルージョン。私これもう出してないのかと思ってた、はい、いや今回福岡三越のためにご用意しました。小林久美子、今あーっていうお客様の声が聞こえた、はい、これ本当にこの暖かくなってね、うん、これからのシーズン大活躍する、はい、このコンクルージョンキャンバス、オーセンティックなキャンバスも綺麗ですよね。いやー、なんかやっぱり新鮮でね、はい、あのこれがすごいとこだよ。だってこれってこのシリーズ何年前だ ?19 年の。19年、はい、ですよね。なのに全然なんかそんな、なんかもうずいぶん前だよねって話じゃないね。可愛くないですか？可愛い揃った感じ。この、うん、こっからここまでが、一色のちょっと幅広のコンクルージョンのテープがついています。こちらが、はい、オレンジですね、はい、オレンジの方は、内側は、うん、ファスナーポケットが両サイドについているタイプになります、はい、でも裏地はついていないので、うん、内側ここのカレラがついて、はい、そこの下に、ファスナーポケットが見えるかな、このようについております、はい、これサイズ感がね、これ今コンクルージョンをして両サイドで肩結びにしているタイプ、うん、そしてイエローは結んでいるタイプですね、はい、イエローも違う、これイエローちょっと可愛いですよ、グリーン、イエロー欲しい、そうですよ、なんかちょっとイエロー可愛い、そしてレッド、はい、レッドも良くないですか、これトープで、はい、使いやすそう、コンクルージョンのこのリボンを縮めなければこのぐらいのサイズ、はい、なのでそう、これ同じものですからね、お客様、はい、こんな仕様が、うん、はい、ねえ、あーこれねって、はい、思い出していただけましたでしょうか、うん、このしっかりとしたねキャンバスがとっても人気があって、ADMJ では長くベーシックなトートにも使っていたんですけれども、はい、ハンドルはシュリンクレザーを使っています、うん、そして内側はこちらはカレラ、ブルーもかわいい、はい、ノースブルーというね、はい、ADMJ で古くから気に入って使っているお色なんですけれども、このちょうどベルトが、はい、トリコロールの、はい、木馬のリボンを使っています、うん、木馬さんのねいいリボンだ、はい、このハンドルがボルドー、うん、こっちはごめんなさい、レッド、おあ、そう、こっちはボルドー、本体の色も、本体の色は一緒です、一緒なの、そうなの、でもそのボルドーの使うポイントで全然見え方が、あ、そうなんです、並べたら一緒だ、どうでしょう、そう、本当だ、一緒でございます、はい、でもリボンが違うこととシュリンクレザーが違うことでこんなね、ね、違う、印象が変わるね、どっち派、レッド、こっち、うん、あね、まとめさせてもらいました。白か黒かみたいな女ですね。はい。そんな背を向けないでください。はい、でこれが出てくるの？はい。はい、特別に福岡三越にご用意したんですが、全国のお客様、ここで発表です。なんと久々のスペシャルフライデー。スペシャルフライデー。はい。あった。
ね、そういえば。いや、みんな忘れてませんでしたが、このキャンバスのトートをスペシャルフライデーでお出しするという。で、金曜日今までどのくらいあった、はい、本当ですよね。ずいぶんやってなかったね。営業担当の美咲さん。はい。大丈夫です。業務連絡します。はい。福岡三越。こんな私が怒って、福岡三越スペシャルフライデーやってください。はい。これ、6月ですけど、7月もやりませんか？社内業務連絡です。でも6月か、6月のスペシャルフライデーは、うん、もう福岡だけですよね。うん。福岡のこれだけです、皆様。うん、なので、このチャンスをぜひ、はい。スペシャルフライデーの、スペシャルフライデー価格になると思います。はい。本当に？はい。ちょっと初めての方もいらっしゃるかもしれない。はい。だって2000人に増えたもん。チャンネル登録ありがとうございます。お祝いしてから一気に2050人ぐらいまで。もうありがとうございます。本当に、平野ちゃんの予言では下がりますよっていう怖い予言をしていたのに。そうなんです。ありがとうございます。はい、チャンネル登録のお願いをね、たまにはしなきゃなって思いましたが、はい、登録していただけると、いつも前、だいたい週に3回ぐらい配信しておりますので、はい、もう800回近く、はい、やっておりますが、まあ、しつこくやっております、はい、まあ、しつこくやっておりますが、はい、バッグと財布だけで、はい、これだけやっておりますが、はい、時々たまにゲストがそうですね、はい、たまにゲスト、そして私と稲垣さんの昭和ネタ、はい、それをメインでお送りしております、はい、そうなんですよ、6月24日金曜日限定ね、はい、限定で、この1日だけなんですよ、はい、そうなんです。スペシャルフライデーというのは。なので、でもこれ、はい、福岡の方だしか買えないわけではないんですね。はい、そうなんです。はい、品番と今、お色を申し上げますので、はい、こちらの3色ですね。はい、レッド、うん、からし、からし、テラコッタ。テラコッタ。はい、こちらの3色の色が 19AW01019 でございます。はい、お値段なんか、しびれますね、きっとね。そして、はい、移動します。こちらの、レッドとブルーの方が 19AW01019 でございます。はいはい、あれ両方 19AW01019 になってますね。ほら、ポップです。ごめんなさい。後ろに。レッドとブルーが19の後に POP がつきます。じゃあ、品番ではなくて、あれですね、レッドが2個あるので、まあ、およそお色で、そうですね、はい、トリコロールのレッドか無地のレッドか、そうに言っていただいて、はい、お客様の方で、テラコッタ、からし、無地のレッド、ブルー、そしてトリコロールのレッドっていう風に言っていただけると、はい、まあ、店頭に来ていただけるお客様はもうその場で選んでいただければと思いますが、お電話でお問い合わせして、配送ご希望のお客様は、お色で言っていただけたらと思います、はい、お問い合わせ先です。福岡三越4階 ADMJ 宇多津0927267712。九州って感じですよね福岡ね、0927267712、はい、なんか電話番号を言うと最近頭の中で今から30分何とかでお待ちしてますっていうテレビないですか？ありますね。オペレーターを、はい、オペレーターを増やして、お待ちしております。本当にオペレーター増やしてやってるんですかね？じゃあそうでしょ、それ広告ですからね、ちゃんとやらないと怒られますよ、消費者から、ね、はい、いやいろんな、増やして30分間でだけしか、でも今って、うん、こんなこと言って、そこ深掘りするの、ちょっとやめなさい。いや、ちょっと深掘り、いやいや、昔の感覚だと、一箇所にオペレーターがいるっていう感じでしたけど、今違うんですよね。皆さんご自宅でオペレーター、ご自分の部屋で、リモートでできるようなシステムがあるっていうのを聞いてびっくりしました。ね、ご自宅されてます、今。はい。すごいですよね、人生。そんな。副業、私それ。びっくりするから注文したら稲垣さんが出たら分かんないじゃないですか。いやいやいや、でも声でバレますね、声で。超バレた、いきなり言われてバレたりして、そう本当。もうさっき私ちょっと前の収録で島田くんが、はい、テッテレレッテレって分からないっていう時代ね、ルビーの指輪、皆さんここにいる方は
ご存じないですね。島田くんが知らないということは、うん、悲しいな。いやもう本当本当ですよね。なんだしちょっとそんな話しながら。歌図といえばお菓子コンセルジュ ADMJ を代表するお菓子マニアなんですけれども、はい、今回スペシャルフライデーをするから、うん、なんかお菓子送っていい商品送るよっていう交換条件でそういうことだった、はいはい、送ってきてくれたのが博多ドーナツ。へー、これ蒸気屋っていうんでしょうかね。油で揚げないドーナツ。焼きドーナツって、焼きドーナツ、そういえば焼きドーナツって最近知らない。本当ですか、うん、私ちょっと進んでるかもじゃあ知ってました、うん、でもなんかここがさつまって書いてある。そう、お店でちょっとずれちゃいました。お店でね、なんか作っているものは、うん、なんかほら熱々で食べられるやつなんじゃないですか。へー、これはそこでしか買えないの。はい、福岡三越限定っていうか福岡の蒸気屋さんがいちごおすすめの。いちご、はい、ドーナツ、あ、いちご味か。いちご味。そして、あれ焦がしバター風味。ほう、あ、美味しそう。美味しそう。そして、レモン。レモンか。そして、ごめんなさい。これプレーンかな？何も書いてない。うん。そして最後が、チョコ。長木さん、どれがいいですか？プレーン。やっぱりなんか安全な食べてみて。私が基本、じゃああなたどうしますか。私もプレーン。あ、じゃあダメじゃん。そうあなたがプレーン食べて。いえ、私焦がしバター味。あ、ダメだな、人生焦がしバターしちゃいけないんだ私。そうだよ、だから私焦がしバター味ちょうだい。はい、え、焦がしバター風味いちご。焦がしバター私にください。いいです、これ食べてください。私チョコいきます。大丈夫ですか、はい、あなたドクターストップかかってますよ、うん、大丈夫ですか。なんかこういうのを食べると心臓がバクバクする、はい、友達もお手拭きました。 ありがとうございます、はい、昨日友達が、はい、家で夕ご飯の後に物足りなくて、はいはい、こっそり自分だけキッチンでお汁粉を食べて、そうしたらバクバクするっていうラインが入りましたけど、確かにあの精神的なものなんでしょうかねこれ、うん、あの知っている方がいたら教えていただきたいんですけど、食事を目の前にすると私動悸がするんですよ。え、どんなお食事でも、はい、動悸がするの、うん、なんか物を食べようとす、まあ、脳が反応するんでしょうかね、動悸がするの、なんかいろんな、私動悸がするのはあのショップチャンネルさんのオンエアの前に動悸がするんだと思ってたんですね、うん、あの緊張とか。わかるわかる。でもありますよね。ありますあります。であの実際病院でこう調べるときに全然なんかドキドキしないから、うん、24時間やっても、うん、でどうしてだろうって思って、うん、そしたらなんかこういう甘いものを食べたときにとか、うん、目の前にすると動悸がする、今もちょっとするんですよ。そんな告白なんか原因してるんですか。 いつからだろう。で友達からも LINE が来て、お汁粉食べたらバクバクしたって、うん、でも血圧がね、彼女はすごい160ぐらいあるらしくて、うん、いただきます。どうぞ。 あのね、香りがね、うん、私も食べちゃおう。これパンケーキとかのそのなんかもう本当にふわっとした甘い香りだ。こっちはこれ放送事故だよね。パリで食べたと同時に、うん、美味しい。意外としっとり、うん、そうですね。あの焼きっていうから、焼きっていうから、うん、もっとなんか外側がカリッとしてるのかなって私思ったんですよ。でも、ね、なんで二口目いくって話してる最中に先にしちゃって、ね、それは動機もするわな。私もそう思った。なんで二口目食べちゃったんだ。家じゃない、今撮ってるから、これ今配信分撮ってるところですよね。私なんで二口目いったのか、ご飯食べに行ってんじゃないんだから。あの周りがさ、サラダって言われてどうして人何かを食べると素の自分になる
そうね。そう本当に。すいません。あの周りが焼いてるから硬いのかなって思ったらそうじゃないんですね。すっごくしっとりしてます。クレールは。チョコはどうですか？あ、しっとりしてます。はい。でもここにもっといいことが書いてありました。何でした？電子レンジで温めてお召し上がりください。本当だ。もうなんか私たちってどうしてこうなんでしょう。でもそれは日が経ちますと硬くなりますので、うん、その際は袋から取り出し電子レンジで温めてお召し上がりください。でも基本で30秒もういいから。でも基本そうしたら温めて食べた方が美味しいってことですよ。うん、ね。甘みが増すと。なんかね、私が今食べてるのに絶対これ牛乳と合う。あ、口の中でぐちぐちしたいタイプですね。うん、あとこうカステラチックな食感、うん、すごく中しっとり。うんうん。へえ。豚さん、卵結構もう、はい、いいです。豚さん、今回も、取引条件としてスペシャルフライデーとお菓子ぶつぶつ交換ありがとうございました。お豚もできた。美味しかった、うん、いつも本当美味しいお菓子のご紹介、うん、ありがとうございます。エコひいきしてスペシャルフライデーを福岡でやってしまいました。はい、そんな、6月の24日、はい、ぜひスペシャルフライデー、そして、先ほどのクバンリムですとか、はい、リバティソフトのミニトートもございますので、はい、ぜひ歌ずに、あのドーナツよねって、あの私がちゃんとお菓子の名前とか言えないとお客様にちゃんと小林さんに教えてあげて。お菓子の名前うたずさんって、ね、うたずがあのご指摘受けちゃうんですけど、今回は蒸気屋さんの焼きドーナツ美味しかったです。しっかりいただきました。蒸気屋さんありがとうございました、はい、ありがとうございます。それでは、はい、スペシャルフライデー、6月の24日金曜日、キャンバスのコンクルージョンお届けしたいと思います。はい、ポップアップのお知らせもあります。はい、ないそうです。ないんですか？はい。ないそうです。すいません。はい、それでは、じゃあ、オンリー、福岡三越。あ、はあ、それで22分も喋った。そう、本当、はい、よくない、私たち。はい。お客様、2.5 倍ぐらいで見てください。それ、はい、それでは、今日もご視聴ありがとうございました。